どこに行くんだい？よし、行くぞ。どこに行くんだい？よし。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、できそうだ。いいもの、でき、いいもの、でき、うわ、いい感じかも。うわ、いい、いいもの、できそうだ。よか。どれにしよう。これでいい。さあ、どうだ。じゃーん。こんな感じかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じ。いいもの、でき、うわ、いい感じかも。いいもの、できそうだ。いいもの、できそうだ。これでいいかな。さあ、どうだ。やった、できた。少しは成長できたみたい。どこにしよう。わあ、いい、ふわあ、いい感じ。ふわあ、いい、ふわあ、いい感じ。いいもの、でき、ふわあ、いい、ふわあ、いい、か、ふわあ、どれにしようかな。これでいい。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこにし、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。どれがいいかな。これでいい。さあ、どうだ。じゃーん。こんな感じかな。Thank you.
行くんだい？よし、行くぞ！モリッツさん、ボスはどこですか？誰だ？うちの庭で騒がしくしとるのは。お前ら、悪童どもが揃って何の用だ？バレンツのお嬢さんも、こんな連中と一緒にいるとよからぬ噂が流れますぞ。あんたらが噂を流すからな。何？えい、わけのわからんこと言いよって。あれ？お前たちもここでがなり立てる暇があったら、流れ者にこの書面を届けてこい。これは村会への召喚状？村会って村の問題を話し合う集まりじゃ。そうとも、村の平穏を乱すよそ者の処分を決める。結果の通達にとどめず、当人を呼んでやるのは私の慈悲だ。ふざけんな。何が慈悲だ。なんだ、このモリッツ・ブルネンに逆らうつもりか。待って、レント君、モリッツさんは何も知らないみたい。それに暴れたりしたら二人がもっと不利になるよ。そうだよ、ここは抑えて。悪党どもめ、とにかく召喚状は渡したぞ。流れ者はどこにいるかもわからんから困ったものだ。モリッツさん、まだ答えてもらってません。答え？何のことだ。ボースはどこにいるんです？さあな、私は知らん。知らんぞ。ボース、言いたいことがあるんなら私たちの前で自分の口で言ってみなさいよ。村会にはちゃんと出てきなさいよ。おう、どこに行く？よし。損壊ね。悪印象を与えたと思ってはいたが、吊るし上げを食らうほどだったとはな。召喚状とは随分と形式ばったことだ。それとも案外きっちりした性格の男なのか？権力を振りかざすのを楽しんでるだけさ。ごめん、二人とも。なんだか村全体で二人をいじめてるみたいになっちゃって。そうしょげるな。流れ者が立ち寄った場所で騒ぎの原因に仕立て上げられるのはよくあることだ。実際私たちも何度か経験している。ああ、本当に原因だったこともあるしな。ああ、そうなんだ。村会には本当に出るんですか？言いがかりだってことは明白なのに。もし逃げたらもっと立場が悪くなるんだから、出ないわけにはいかないだろう。でも公正な話し合いになんかなりっこないよ。そんなところで村を追放なんて決められたら。今もここに隠れ住んでいるからそんなに変わりはしないが、まあ悪あがきはしてみるさ。門を発見し封印するまでは何としてもこの地にとどまる必要があるからな。そこまで門にこだわる理由ってなんだろう。この前はちゃんと教えてくれなかったけど。封印か。いつのことになるんだろう。まだ見つけてすらいないのに。私が村を離れるまでに見つけられるのかな。未来の話よりまず目先の損壊だな。頼むぞリア、くれぐれも安全第一にな。分かっている。余計な念押しだ。何の話？
こっちの話でもないか。お前の作ってくれた保険の使い時が来たってことだ。行くんだい。よし、行くぞ。これより緊急の損壊を開会する。進行は我が息子ボースブルネンが務める。今度は逃げずに来たのね。俺は逃げたりなんかしない。大事な時は議題はこのところ村に頻発する災害と村に滞在する錬金術師との関連についてだ。竜の出現、奇妙な不良、どちらもこの錬金術師と連れの女が来てから起こっている。アンペルさんたちが災害の原因って決めつける理由はそれだけ？むちゃくちゃな言いがかりよ。こいつらは村や近隣の遺跡を探り歩いている。村人が触れてはならないと思うところにも武作法に。そうだ、奴らは我々が遺跡を尊ぶ気持ちなど気にも留めず平気で踏み荒らそうとしておる。流星の古城にも何か細工して村の守護獣である竜を怒らせたに違いない。お、確かに今まで暴れたことなどなかった竜が急に暴れ出すなど明らかにおかしい。フィルッサやノンのことが言えればいいのに。こやつは以前村の禁忌たる悪魔の野に踏み込もうとすらしておった。一体何を企んでおるのか。村の禁忌を平気で踏みにじろうとするよそ者、これだけでも追放に等しいが、何よりもう一つ錬金術という怪しいまじないだ。漁師に聞けば不良に陥る前ライザが作った蒔絵を湖に撒いたそうだが、間違いないな。それはその通りだけど、ちゃんと効き目は。しばらくは効き目もあったそうだが、やがて小魚一匹取れなくなったのはみんなも知っての通りだ。あれは湖に外界の魔物が入ってきたからで、私の蒔絵とは関係ない。そんな絵空ごとを誰が信じる。怪しげな薬、いや毒をまいたせいで魚が消えたと考えるのが自然だ。そのライザの毒はどうやって作られたのか、そこにいる流れ者が授けた錬金術によってだ。ボース、あんたまさか錬金術を悪役に。竜を狂わせた遺跡の細工、魚を消した毒の調合、どちらにもその錬金術師が絡んでいる。なるほど、全ての元凶は。私はここに流れ者2人の島からの追放、並びに村における錬金術の使用禁止を提案する。ボンス、どうだライザ、これで全部元に。大変だモリッツさん。なんだ騒々しい、今まさに損壊の決議が出ようというところなのに。それどころじゃない、港に見たこともない巨大な魔物が現れたんだ。何？そんなバカな。ライザの言った通りだったな。竜騒ぎも私とは無関係だが、まあそれよりも今こそ錬金術を役立てるだよな、ライザ。行ってこい。わかった、任せて。